長島国秀は、NSG グループ本部広報室のマネージャー。元 FM、ニーツのアナウンサー。元愛媛朝日テレビのアナウンサー。埼玉県行田市出身。関西大学法学部法律学科卒業、同大学院修了。大学在学中にアナウンサーを志し、生田教室に通う。就職活動は難航するが、インターネットで FM、 ニーツのアナウンサー募集を知り、迷うことなく、これに応募。そして大学院を修了後、同局のアナウンサーになる。2004年10月に FM、ニーツを退社し、2005年4月に愛媛朝日テレビへ移籍した。同局への入社前、東京アナウンスセミナーに通っていたことがある。同期の水口よ美とと共に、アナウンス部に配属された後、管理部門勤務となる。 その後、NSG グループの企業支援事業を知り、その姿勢に共感。2016年4月に同グループに入社し、本部広報室のマネージャーとなる。また、家族と共に、新潟県新潟市へ移住した。新潟への移住後には、自分の好きな日本史を活用した観光事業を立ち上げるため、県内各地で活動を展開している。歴史ライターとしても活動しており、 その際には、クロムシャ・イナワのペンネームを用いる。ありがとうございます。